サは、スペインイビサ島のムニシピオ。イビサ島の中心自治体であり、1986年より、カタルーニャ5名が正式名称である。住民は、ビラ・ダイビーサ、または、単純にビラと呼ぶ。アイビーサは、海に面した小山の上のダルトビラと呼ぶ、旧市街と、エーシャンプレと呼ぶ現代市街との2つに分けられる。ダルトビラの頂上には、 14世紀に建てられたゴシック様式のエイビッサ聖堂が立つ。同じくだるとビラにはユネスコの世界遺産に登録されているイビサ島のカルタ語のネクロポリスがある。公用語はカタルーニャ語とスペイン語である。観光が盛んであるため住民の多くはどちらも言語も話せる。フェニキア、アラブの支配を受けた歴史から今も島には独特の民族と風習、料理が残る。 また、白い家が多く、都市の円形も白一色に見えることから白い島と呼ばれる。夜通し音楽を楽しむ若者が集まる都市として知られており、多くのナイトクラブが集まっている。ライトアップされた、青銅陶器にあたる10月から3月にかけての6ヶ月間、平均最高気温は、摂氏14度から摂氏23度、平均最低気温は、摂氏7度から摂氏15度、 一日の日照時間は平均6時間である。春と夏の平均的な日照時間は一日十10時間。最高気温は摂氏20度から摂氏34度。最低気温は摂氏15度から摂氏19度である。一年の日照時間は約2800時間。平均湿度は72%である。紀元前7世紀頃、フェニキア人によって、 アイボシムの町が島に築かれた。都市の核は丘の上のアクロポリスと湾の岸に面した港湾地帯からなっていた。その他に神殿と重要な製品であった陶器の工房があった。紀元前5世紀頃の都市の人口は4000人から5000人であったと外産される。カルタゴに占領された後、地中海各地で作られた製品を輸入する一大貿易センターとして、 活気のある都市となった。紀元前146年のカルタゴ滅亡後、都市は政治的にも商業においても自治を維持し続けるが、後にローマ帝国領となった。70年、ウェスパシアヌスミカド時代に都市はムニキピウムとなり、その名をフラウィウス・エブススと変えた。ローマの衰退と424年のバンダル族信仰は重なって起きた。 その後東ローマ帝国が、ついで、ムーア人が島を占領した。1235年8月8日、アラゴン王ハイメ一世が采配を振ったマヨルカ王国、遠征で、タラゴナ大司教、ギリエムで、モントグリ、ウルジェーハクペドロ一世らによってエビッサは、奪還された。都市の標高の高い部分、ダルトビーラは、 アラブ人によって築かれた三肩を防衛する要塞が不十分であったことからフェリッペ2世は都市をオスマン帝国とバルバリア海賊の攻撃から守るために補強を行った。この司法の守備を強化した要塞は16世紀に完成した。これは1999年により世界遺産に登録されている。ありがとうございます。